はい、今水戸市の県庁にやってきました。一般的に国が推進している冬の節電対策ということで、室内の温度は20度だそうなんですが、この県庁では19度マイナス1度となっているんです。だから入ってくると結構ヒヤッとして、上着がないとかなり肌寒いなというふうに感じるくらいなんです。そんな県庁からこの時間は冬の節電対策についてお伝えしたいと思います。私たちのような一般に暮らしている方、それから自営業されている方やお店を持たれている方もそれぞれ参加できるような取り組みだそうなんです。まずは生活環境部環境政策課係長の根本幸太郎さんに伺います。根本さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、まず一つ目伺っていきますが、まず県では冬の節電対策取り組まれているそうですけども、はい、震災以降やっぱりその節電って強化されてきたと思うんですね。はい、でさらにまた今年もこう頑張りましょうということで、はいはい、これってどういうことなんですか。はい、まずこの冬ですけども、うん、東京電力管内での電力の需要と供給の見通しを見ますと、おおむね安定供給が確保できる見込みとなっています。ただしですね、この需要なんですが、東日本大震災以降ですね、皆様に取り組んでいただきまして、定着してきました節電がですね、この冬も引き続き実施されるということを前提とした上での見通しとなっているんです。はい、ということは引き続き、はい、この冬も節電を強化していくということですね。はい、具体的にどういった取り組みが行われていくんでしょうか。はい、取り組みとしましてはですね、政府の方からですね、現在定着している節電の取り組みですね、これが無理のない形で確実に行われるようにというような要請が来ておりますので、県としましては、この12月から来年3月31日までの平日午前9時から午後9時までの間ですね、県民の皆様に、無理のない節電をお願いしているところでございます。はい、例えば部屋の室内温度の設定ですね。はい、そうですね、冬ですから暖房を皆さんお使いだと思いますけども、暖房時の室温を20度を目安にすることとかですね、あと他には当たり前かもしれませんが、テレビを見ないときは消すとか、入浴などもですね、なるべく間隔を空けないで、すると、そういった日常生活で簡単にできる取り組みというものがいろいろありますので、できることから取り組んでいただきたいと思います。はい、そういった取り組みをする上でこうより参加しやすくというか節電をしやすくするきっかけと一つとして、茨城エコチャレンジウェブっていうものがあるんですね。これについて教えてもらえますか。はい、茨城エコチャレンジウェブでございますが、こちらは先ほど申しました電力自給の観点だけでなくですね、地球温暖化防止の観点からも節電とか省エネが重要でございますので、そういったきっかけとなるような仕組みでございます。はい、具体的に申しますとですね、家庭で取り組んでいただいた節電だとか省エネの実績をウェブ上で登録していただきまして、登録いただきますとその取り組みの効果としましてですね、CO2 の排出削減量が自動表示されると、そういった仕組みのシステムでございます。はい、私たちの目の前にそのウェブのウェブ上にどんなふうに表示されるのかっていう資料があるんですけども、エアコン、テレビ、冷蔵庫だったりいくつかのそのカテゴリーがあって、で例えばテレビを見ないときは消すようにしていますか、それから画面を明るくしすぎていないですか、そういった項目があって、そこをチェックできるようになっているんですね。はい、はい、そうです。アイコンがですね、並んでおりまして、例えば冬の暖房時の室温を20度を目安にするというようなアイコンをクリックしますと、それで登録がされまして、自動でですね、具体的には CO2 の削減量を、目安ですけども年換算でだいたい 18kg ほどの削減ですね、それが自動的に画面上に数字が表示されると、そういった仕組みでございます。はい、でモチベーションの、アップにつながりますよね。そうですね、ただどうしてもやりっぱなしではですね、なかなか続かないというのもありますけども、これ具体的な数字で表示されて、しかも追加で登録できますので、どん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 この削減量がアップしていくということで、意欲をこう維持するのにすごく、いい仕組みなんではないかなと考えております。それからお子さん
と一緒にこう暮らされている、まあ、親子でなんかもお子さんと一緒にこう画面クリックしながら楽しんでそのエコについて学べそうですよね、はい、そうですね。あの具体的な取り組みが並んでおりますので、うん、これクリックするとあこの取り組みで年間20キロ減るんだとかですね、うん、あこの取り組みは結構効果が大きいねとかっていうのをですね、うん、親子でこう話し合いながら、まあ、エコについてあの勉強できるのかなって思っております。はい、ぜひあの茨城エコチャレンジウェブと検索をしてその画面見てみていただきたいですね。そうですね、ぜひあの多くの方にですねあの参加登録いただきましてですね、まあ、無理のない形でこれ楽しくあの節電省エネに取り組んでいただきたいと思っております。はい、根本幸太郎さんでした。そしてもう一つ、県が推進しています、ウォームシェアについて、この時間は主任の松野由香さんに伺ってきます。松野さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、ウォームシェア、夏場はクールシェアってありましたけども、はい、改めてウォームシェアってどういったことなんですか？はい、ウォームシェアとは、うん、一人一人が暖房を使うのではなくて、うん、暖かいところにみんなで集まって過ごすことで、うん、家庭の省エネルギーの政策、省エネルギーを減らしたりですとか、社会全体で省エネルギーにつなげていこうという取り組みです。例えば家庭でなんかもあのそれぞれの部屋にこもるのではなく、リビングにみんなが集まって時間を過ごすっていうのも一つのルームシェアじゃなくて、はい、ウォームシェアですね、はい、になりますか？はい、そうなんです。あの一人一人がそれぞれのお部屋で過ごすのではなくて、一つのお部屋に集まって過ごすことによって、暖房ですとか照明の節約につながってきます。はい、そういったウォームシェアで今回その県が推進しているのが、ウォームシェアをみんなでこう協力してやっていこうっていうことなんですよね。はい、茨城県としてはこの12月から3月末まで、茨城ウォームシェアと題してウォームシェアを推進しているところなんですけれども、先ほど申しました家でできるウォームシェアと合わせて町でのウォームシェアというのも推進しております。具体的にはあの家の暖房を止めて外に出かける、街に出かけることで、家の電気使用量などを削減ということにつながってきますので、でさらにあの皆さんが街に出かけることによって街の元気にもつながってくることを期待しております。はい、一石二鳥な、このウォームシェア、茨城ウォームシェア協力店というふうなタイトルでそういったお店を募集しているんですね。この募集の、あるんですが、応募の仕方、申し込みの仕方があるそうなので、こちら教えていただけますか？はい、茨城ウォームシェア協力店募集のチラシがあるんですけれども、うん、こちらの裏面が申し込み書になっておりまして、県の環境政策課のホームページにチラシ掲載しておりますので、こちらでお申し込みすることが可能になっております。で内容としましては、ウォームシェア協力店として、ウォームシェア実施いただく期間を設定いただくんですが、うん、はい、こちらは12月から3月末までで、できる範囲での期間を設定していただくのと、それから利用者の皆様への PR ポイントを設定いただくようになっております。例えば PR ポイントとしてはどういうことを書いて応募すればいいですか？今現時点で117店舗もの皆さんにご参加いただいているところなんですけれども、例えば飲食店などについては今温かいお鍋をご用意しておりますのでぜひお越しくださいですとか、また家の暖房を止めてきました、茨城ウォームシェアに参加していますとお申し出ていただいた方には割引を実施いたしますというような PR ポイントを設定いただいている店舗さんもございます。はい、あの私たちの今後ろに、まあ、ポスターがあるんですけども、ウォームシェアというふうに書かれていて、何月から何日まで、そして PR ポイントを書く欄、そして、茨城県のマスコットハッスルコーモンがあのイラスト、かわいいイラストなんですけど、あるオレンジ色のポスターがありますね。こちらの協力店に参加した店舗さんにはこのポスターが配布されるんですね。はい、そうなんです。協力店の皆様には、このダッフルコートを着たハッスルコーモンを描いている、オリジナルポスターを差し上げておりますので、はい、それぞれの店舗の入り口などに掲示していただくことをお願いしております。そうすることで利用者の方もお店に入りやすくなるきっかけにもなりますし、はい、本当に一石二丁三丁ぐらいですよね。ぜひ、街に出かける時のウォームシェアの一つのきっかけとして、このウォームシェア協力店の、ぜひ情報を、県の環境政策課のホームページに一覧表形式で掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、わかりました。この時間は、根本幸太郎さん、そして松野由香さんに県が推進しています
茨城エコチャレンジウェブというものと茨城ウォームシェア協力店、この2つについてご紹介しました。この時間は茨城県庁12階からお伝えしました。